風になれたらかっこいいと思った。影山ここにいるぞ。俺にとっ持ってこい。背中は俺が守ってやる。覚悟しなきゃ勝てない。まだまだ終わってない。スパイク王将からまさにアウンド呼吸。俺はいつか小さな巨人になるって決めたんだ。日向なあ、ワクワクしかしてねえ。俺もだ。先へ行くんだ、先へ行くんだ。追いつかれないのが俺の武器。目の前に立ちはだかる高い高い壁、その向こうはどんな眺めだろうか。もう一回がない試合。苦手意識は宮城へ置いてきた。弾けすぎて絡まんのだけはなしだぞ。俺たちは血液だ。俺たちは血液だ。滞りなく流れろ。滞りなく流れろ。酸素を回せ。酸素を回せ。脳が正常に働くためにレッドーシャー。食い切らかった。Yeah!
ってやるぜ。シンクロ攻撃。俺もバレー部あれ、日向翔也コズメ、ケンマケンマは、バレー好き？別に、なんとなくやってる。嫌いじゃないけど、疲れるのとかは好きじゃないけど、友達がやってるし、俺いないと多分困るし。ふん。でもさ、好きになったらもっと楽しいと思うけどな。別に普通かな。絶対必死にさせて、そんで俺たちが勝って、悔しかったとか楽しかったとか別に以外のこと言わせるからな。崩して相手の攻撃手段が絞られたところをブロックで仕留める。サービスエースの次に理想的な攻撃の形。ゲスマーキルブロー。ズッキ、最近のバレーはどうだい？おかげさまで、本当におかげさまで。ごくたまに面白いです。翔よ、あ、面白いままでいてね。距離確保。お前もっと止めるぞ。すげえジャンプはどんなんだよ。やっぱり翔陽は戦う旅は正しい。まだ死なないでよ。Just a little